今日ですね、ゴジラマイナスワンを見にイオンに行ってましたら、こちら新時代の主役と双璧の覇者売ってたので買っちゃいました。なので今から開封していきたいと思います。で、ゴジラマイナスワンの感想なんですけども、今僕のチャンネルで感想を聞きたいか聞きたくないかでアンケートをしているので、もし聞きたい方がいたら、アンケート聞きたいっていうふうに投票してください。はい、じゃあ開封していきます。どっちからいきますかね。僕自身はですね、新時代の主役で、このですね、ルフィのシークレットのスーパーパラレルがめちゃくちゃ欲しいんですよ。なんでこっちをちょっと楽しみに取っておきたいので、ちょっとまずはじゃあ双璧の覇者から開封していきます、いきますか。で、こちらはですね、これ表紙にもあるように、ゾロのスーパーパラレルが最高レアだったかなと思います。いや、ちょっとイオンから帰ってきたばかりで、かなり疲れてますね。山道、ものすごい山道をですね、もう真っ暗、もう電灯もついてない中を、自転車で突っ切ってこないといけなくて、結構しんどくてね。はい。なんかちょっとこのポジション開封しにくいな。こういうふうにしよう。今日はなんか当たりが出そうもないので、SR か。はい、ジャッジの SR。 当たりが出そうな感じがちょっとしないですね、なんとなく。まあでも6パック中1パックでも SR 出ただけでも、お、また SR だ。はい。あ、ちょっと SR 率高いですね。あ、ドンカードだ。ドンカード来ました。やっぱドンカード一番最後ですよね。この前ドンカードが最後から2枚目に入ってるパターンがあって。で、あ、それもしかしたら一番後ろパラレルカードなんじゃないかなって見たら、全然パラレルでもなくて、あ、そんなパターンあるんだって初めて知りましたね。はい、違いますね。あ、コゼット。コゼット、あれですね。あれだ、なんか映画思い出す、コゼット。こうぜーっと、なんか映画、なんか映画思い出す、フランスが舞台の、何だったかな、映画。思い出せん。映画というか、ミュージカルというか。てれれれてれれれてれれれんてれれれてれれれてれれれんてれれん。頭の中では再生されてるんですけど、歌が歌えない。ティリリ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 リ
はい。大臣。なんだ、名前完全に忘れた、あんなに見てるのに。あの、3つぐらい、3本ぐらい、やってるミュージカルの内容同じで、演者が違う、ブルーレイを3つぐらい持ってるんですけど、もう完全に忘れた。今、脳がもう完全に死んでますね。はい。あ、なんか SR っぽいぞ。はい、ボルサリーノ、キザル。やっぱ来ないか？ちょっとチラ見パターンいくか。あと残り2パック。来ない来ないって思ってね、引くんじゃなくて、来い来いと思って、チラ見で。あー全然違う。最後もう1パックしかないから、千年パズルに。千年パズルに、ちょっと。
音楽鳴らしながらやってみますか。てんてん、てれん、てれん、てれ、てれて。まあやー、はい、こんな感じでした。やっぱ来なかったです。はい、ゴジラマイナスワンの感想を聞きたいかアンケートを取ってるので、聞きたいでも聞きたくないでもどちらでもいいので、投票してみてください。お疲れです。